報道するラジオ、特集テーマは2014年総選挙、若者の働き方です。平野さん、はい、投票率がなんとか上がってくれれば、ね、本来の投票の意味では、そうですけど、ね、なかなかこう盛り上がってないというのが実感ですよね。ですから、まあ残り、ね、2日間なんとかみんなにこう関心持ってもらいたいというのは正直な気持ちですね。やっぱりみんながやっぱり自分の一票で選んだんだと、ね、思う選挙でありたいものですけど、うん、特に若い方の投票率がここのとこすごく低いんだそうで、私ねグラフを見せてもらってびっくりしたんですよ、はい、ね、うん、年代別でね投票率を見ますとね、うん、一番高いのが60歳代の人。ああ、私の年代ですね。そうですね、平野さんたちの年代が 75% 近く、うん、そんなありますか。あるんですね。ところがですね、うん、20歳代の人たちっていうのはもう一番低い値を世代別で示してまして、40% 切るんですよ。低いですね。 38% ないんです、うん、って言ったら、まあ、60歳代の人のもうほぼ半分ぐらいしか20歳代の人は行かないってことになってしまう、うん、だけど本当はこの人たちの世代が一番こう自分たちの将来を決める選択ですからね、やってもらいたいわけですけども。そうですよね、うん、で私ね、若い人っていうのは昔から投票に行かなかったのかなと思って、うん、もう歴史的なずっと流れを、うん、見てみたら、そうでもないでしょ。そうでもない。20歳代の人がですね、うん、70% ほど行ってはった時代もあるんです。昭和42年のあたりっていうのは、私が学生の時代ですね。あ、そうか。そういうことなんですか。まあ、政治の嵐が吹いてましたからね。まあ、政治の季節というのはもちろんあったと思いますけど、でもやっぱりそういう若者がいた時代からですね、ドドドンと落ちてきてしまってるんですね、うん、まあ、ある意味豊かな世代ですよね、今の若い人たちはね。いや、どう、私ね、豊かだからね、うん、行きはらへん人多いのかなと思って。だけどその根底はかなりいろんなね、よく見ないとこれがこのまま続くかどうかというのはこう本当に 見極める必要がある、状況ですよね。若い人のね、投票率がどんな風にして 70% から今の 40% 足らずまで落ちたかっていうと、ガクンと落ちた時期っていうのがあるんですね、でね、やっぱりね、景気が急に冷え込んだ時、まあ、氷河期と言われてますよね、まあ、90年代以降。そうなんです、ね、バブルが弾けたあたりというところでですね、ガクンと冷え込んだ。つまりやっぱり若い人たちが厳しい状況に置かれた時に、ほんまは投票で自分らの意見言わなあかんやろって私なんか思うんだけども、逆の傾向になってきていると、もう自分の足元のことを考えるに精一杯で、周りのことを考えられないという状況だったのかも分かりませんけど ね、今日はそうですね、やっぱりその若い人たちの仕事の状況が今どうなってるのか、ぜひ考えたいと思います。ここでですね、 NPO 法人ポッセ代表の今野春樹さんとお電話をつながせていただきます。今野さん、こんばんは。こんばんは。どうもはじめまして、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。今野さん、ご自身もまだお若い世代ですかね。そうですね、私は83年生まれで今年31歳ですね。そうですか。で、その今野さんは、ま、同じような世代あるいは20歳代の方たちのいろんな仕事の悩みの相談に乗っていらっしゃるんですよね。そうですね、はい、やっぱりこういうその仕事の悩みの相談というのが必要な時代だということを今野さん感じられるわけですか。そうですね、私の NPO はですね、私が大学生の時に立ち上げたものでして、東京と京都と仙台で取り組みをしてるんですが、もう年間今年は3000件ぐらいの勢いですね。3000件の相談？そうです。多分民間ではかなり大きい方のになるんですけども、若い方に特化した中で一番大きいと思います。それだけですね、もう年々増えていて、非常に、しかもですね、毎年毎年深刻になってきているというような印象がありますね。いわゆるブラック企業がどんどん拡散しているということですか。そうです。もちろん
一つはブラック企業ということなんですけれども、あともう一つはやっぱり非正規の方からの相談も多いですよね。この今正規で働くあるいは非正規で働くというね、働き方のその人数の推移というものが、これ総務省が出している労働力調査っていうものがあるんですけどね、それを見ましたら、この2年で正社員正規労働者の数は減ってるんですよね。そうですね、42万人減っています。で、一方でパートやアルバイト派遣など非正規の形で働いている方が167万人増えたと、ものすごい数ですね。だから雇用の数全体としては125万人増えていると言うんですけども、正規と非正規を見ると正規雇用の人は減って非正規雇用の方が増えているという数字が出てきてます。今野さん、この若い人が、非正規で働いている現状というのは具体的に今どんな相談が来ているのか教えていただけます？そうですね、例えばですね、こういう相談が最近も来ているんですね、20歳ちょっとのですね、女性の方からの相談なんですが、もうフルタイムでずっとこう非正規で働いているんですけども、そのお母さんとかおじいさんとかも養っているっていうことなんですね。20歳代の人が、この方22、3歳ぐらいですかね。その若さで、お母さんとおじいさん、おじいちゃんおばあちゃん、はい、養ってる、年金の収入とかおじいさんもあるみたいなんですけども、それでいくら働いても要するに生計費が足りなくて、でそれで要はもうずっとある種家族に縛られたような状態でずっと要するにアルバイトばっかりしてるということなんですね。で要するに何とかしてですね、そのお父さん おじいちゃんおばあちゃんとか生活保護とかそういうふうになればいいんですけども、そうじゃならないと、この非正規で自分も給料が少なくて、本当だったらですね、いろいろ資格を取ったりとか転職したりっていうことを考えなきゃいけないと思うんですが、そうじゃなくてもとにかくもう福祉も今どんどん削られてしまってますから、そうするとこの非正規で働く若者にどんどんこういろんな負担がかかっていって、でも給料も少ないですし、将来にもそんな安泰ではないですから、大変こう苦しい、先が見えないって、こういうような相談になってくるわけですね。今生活保護の基準切り下げというのも段階的ですけど進んでますよね。はあ、この方のように21歳の若さでおじいちゃんおばあちゃんお母さんも養わなあかん、もう身動き取れないと。そうですね、でも正規で落ち着いて働くというそういう口はこの方ないんですか、見つけられないんですか。いや難しいですよ、やっぱり先ほどの数字でもおっしゃってましたけども、そもそも正社員が非常に少なくて、この間雇用が増えたというところもほとんどが非正規雇用が増えてしまっているわけです。ですからそういう中で正社員に今非正規で働いている人が移っていくっていうのは、すごく難しいです。でしかもですね、もう一つ大事な問題が出てきてしまっていて、それは正社員なんだけれども、ひどい雇用、つまりそれブラック企業って今話題になっているものですね、これは非正規じゃないんですよ。非正規じゃなくて正社員なのに非常に働き方がひどい。でこの間ですね、ずっとその正社員の離職率というのが高止まりしてるんです。正社員の離職率、会社を辞めちゃう率が高いんですか。はい、正社員なのに辞めちゃうんですか。そうです。で最初はですね、これはちょっとこう気まぐれにみんな辞めてるのかなっていうふうにこう政府なんかを見てたんですが、どうもそうではなくて、正社員だと言ってるんだけれども非常に劣悪な正社員雇用が増えてきてるということが今問題になってしまっているんですね。例えばですね、最近した労働相談なんかでも、売上ノルマがあって、本当は7時半に終わりのはずなんだけれども、毎日11時まで働かされて、でこれ22歳前半の女性の方なんですが、それでもう帰ると12時が過ぎる、毎日5時間しか寝れない、でノルマを達成できないと基本給は20万ぐらい、22万円ですね。ですからもうとにかくもう寝れない、で休めない、で体が体調が悪いって言っても休ませてもらえなくて、ね、体調悪くても休ませてもらえない。そうですね、で要するに他の人に迷惑がかかるだろうということですね。それはすいません、もし教えていただけるんだったら、どういった関連の仕事なんですか。そうですね、これは店舗で販売をされているような方なんですけれども、で
まあ、だからこういうの全然珍しくないんですね。今あの統計なんかでもですね、あの年々ですね、あの長時間労働してる人の給料が下がってるんです。長時間労働したら普通は残業代出ますやん。で昔はですね、その長時間働いてる人ほど、はい、お仕事にやりがいや充実感を感じていて、うん、そして給料も高いというのが昔の統計だったんですが、うん、はい、毎年毎年それが下がって、あの労働時間は長いんだけど給料は低いしやりがいも感じられない、こういうような雇用がどんどん増えてしまってるんですね。ですから今非正規は非常にこう苦しい、なんとか正社員みんななりたいと思うんですが、はい、今度は正社員になろうとするとですね、じゃあ君は正社員なんだから、あの残業代も出ないけども遅くまで働くのは当たり前だし、あの文句を言っちゃいけないよって、こういうようなですね、足元を見るようなあの企業っていうのがたくさん出てきてしまってるんですね。だからどっちもいけない、非正規でも暮らしていけないし、でも正社員になろうと思っても本当にそれが大切にしてくれる正社員かわからない、足元を見てる正社員かもしれない、こういう今本当に若い人たちの雇用というのは閉塞感があるということですね。うん、いや私の知り合いでもね、うん、平野さん、はい、あの大学をね、はい、卒業して新卒で、うん、あのもう希望にね胸いっぱい膨らませていったところがね、うんうんうん、まあこれ結局ブラック企業だったんですかね。なかなか見極められないところありますよね。正社員だということで安心して行ったんですけれども、近野さん、その人の場合なんかはね、研修って言うんですって。はい。で研修ですから、まだ一人前じゃないのでお給料は払われませんなんていうことを言われたって聞きました。こんなケースもあるんですかね。それはよくあるんですけど、うん、完全に違法なんですよね。違法ですよね、これ。ただ、はい、若い人からすればそれは正社員になるチャンスだというふうに思います、ね、そうなんですね。その研修にね、一、うん、人じゃなくて何人もその来てるので、これでちゃんと正社員でお給料もらえるようになるようにって余計に頑張るらしいんですよ、うん、そうなんです。で最近でもですね、痛ましい事件がいっぱい起こっててですね、はい、その研修期間中とか、あといろいろ使用期間とかって言ったりするんですが、使用期間っていうの、はい、その間にですね、はい、こう残業競争をさせて死んじゃったりしてる方が何とか出てるんです、うん、いわゆる使用っていうのは企業が試すってことですね、うん、そういうことです。で試されるから一生懸命働いて残業して過労死ってことですか、はい、そうです。自殺された方とか死んでしまった方って何人も出てます。でそれはトライアル雇用ということで、政府もですね、実は補助金なんかを拡充してもっともっとお試し雇用を増やそうということを実は言ってたりしてですね、チャンスを増やすっていうふうにすると一見よく見えるんですけど、そのチャンスはあっても正社員の枠が増えていないので、要するに競争がどんどん厳しくなってしまってるんですね。だから正社員っていうのもこうなるのも大変、なった後も生き残るのが大変、そういうようなですね、もうとにかく競争にもう歯止めがかからないというようなことが今出てきてしまってるわけです。近野さん、近野さんのご本のですね、はい、ドキュメントブラック企業という本を読ませていただいたんですけども、はい、まるでもう何か戦前の女工愛しを見るようなね、事例がいっぱい紹介されて、例えば募集で騙したり、今の異常な長時間労働とかですね、辞めさせないけれども病気になったら辞めさせるとか、はい、そういう項目をずらりと書かれてますけども、こういう、はい、ことがまかり通ったら当然ですね、労働基準法違反でですね、しかるべき監督官庁労基省がですね、取り締まるべき対象の企業がもう多いですよね。それはまあ機能してないということですか。それはですね、実は非常にその難しい問題がありまして、うん、その日本の労働法というのは非常に規制が緩いんですね、うん、で例えばです、うん、その80時間月に80時間の残業というのは過労死ラインと呼ばれているんですけれども、80時間の残業違法じゃないんです。死んでしまった後にその責任は会社にあるかもしれないという、あくまでそういう基準に過ぎなくて、残業を命令することはこれは違法ではないし、拒否する権利もないんですね、働いてる方には。そうするといくらでも命令ができてしまう。で死んでしまわないまでもうつ病になって辞めていく人が非常に多いんですが、それはもみ消すことができてしまうんです。そうすると労基署っていうのは実は取り締まれる範囲がすごく狭くてですね、もちろん私たちのところに労働相談に来ていただければいろんなことは考えるんですが、労働基準監督署に行っても解決しない事件というのは実はものすごくたくさんあるんですね、でさらに最近そのひどいのはですね、会社の方、そのブラック企業と言われる会社の方にはですね、いろんな弁護士さんたちのコンサルタントがついていてですね、その殺
法行為をいろんなあの手この手で指南をしてるんです。例えば、最近流行りなのはですね、固定残業制っていう方法なんですが。固定残業制。そうです。はい。月給の中に残業代を含めるっていう方法なんですね。うん、これはどういうことかというと、月給20万円ですよと言われて会社に入ったんだけども、入った後に契約を変えますという書類にサインをさせられるんです。でその中身というのがあなたの給与の中には80時間分の残業がもう入ってます。つまり基本給は本当のところは12万円ですという契約書にサインさせられるんです、そうするとこれ一部上場の大企業がやってるんですよね、そうすると1時間あたりの給料最低賃金なんです、でこれが大学新卒の正社員のところで、そういうことを平気でやってる企業も出てきてしまっているんですが、このやり方なんかもそのいわゆるそういうブラック企業を支えているようなコンサルの人が指南していて、しかもなかなか労基署が取り締まれないというのが実情なんですよね。いや残業代普通はね、含まず基本給がいくらっていうのが基本給というのはあくまでも残業、ね、書いてあるんでしょ、普通は。そうですね。ただ求人票と本当の契約の中身というのは、厳密には違っていても OK なんです、そうですか。はい、ですから学生さんも騙されてですね、結構あれですね、残業代も含んでたら最初から割と高い数字が書かれてるかもしれませんよね。はい、でそれはもちろんですね、完全に騙すと まずいということになるんですが、最初に最後にこう契約結ぶときになってですね、言い出してサインをさせてしまう、そうすると学生さんはよくわかんないままに契約してしまったりですね、いうことが非常に多発しているんですね。ですからいろんなその正社員の雇用の劣化っていうのはですね、その周りにこう脱法行為をしたりとか、もちろん今のも厳密にはいろんな形で争うことできるんですが、よくわからないままにどんどんこうつけ込むようなですね、技術っていうんですかね、そういうものもですね、こう確立してしまっているというか、いわゆる法の網をかいくぐるようなやり方をする企業、ものすごいいろんな手を使ってきてるってことですね。そうです。ですから相手も別にたまたまひどい企業だとか、パワハラ体質の上司がいるとかっていうだけではなくて、私は前から言ってるんですが、その人事労務管理の一つの手法としてブラックなものが出てきてしまってる。ですから一筋縄ではいかないんですね。やっぱり会社も利益を上げようということで、若い人を長く安く働かせることでもっと利益を出そうと、でそういう、まあ、社会全体から見ると不正な競争、社会を壊しちゃうようなですね、うつ病の人がたくさん出たり死んでしまったら、これは社会が壊れてしまうんですが、個別企業としてはそれで利益が出せるということで、ある種の技術になってしまっている。これはやっぱり国の問題、社会の問題として大変なところに来てしまっているというふうに思ってます。今野さん、今ラジオを聞きのリスナーの方からですね、メールが届きましたのでご紹介します。ラジオネーム満月さんという方なんですが、甥御さんがブラック企業で働いていたんだそうです、ほぼ毎晩8時過ぎまで働いてたんですが、残業代がつきませんでした。で労働基準監督署でしょうね、労働基準局って言っていらっしゃいますけど、労基署ですかね、から、何か言われたらしいんですね、この会社は、そしたらどうなったかと言いますと、今度は全員5時にタイムカードを押させて、それから残業してたんですって。だから残業実態は変わらなかったわけですね。だけど、お役所に対してのその、ある意味見せかけですね、タイムカードを5時に押してみんな帰ったようにして、でも実はずっと残業していたと。で残業代がつかないっていう状況だったわけですね。でこの方、甥御さんはこの秋会社をお辞めになったそうです。でもう正社員ではなくってアルバイトでやっていこうかなと言ってました。若者が希望の持てない社会になりましたよねっておっしゃっているんですよ、これ行政の方からチェックが入ってもまだ困難ですか？そうですね。例えば有名な牛丼チェーン店なんかでも労働基準法違反は事件になりましたが、どのぐらい違反していたかというとですね、その報告書を見るとすごいのですが、2年間に24回労働基準監督署から指導を受けてるんですね、それでも体質が変わらないということなんです、やっぱり労働基準監督署も人が足りなかったりですね、そうなんですか。そうです。例えば東京23区で実際に監督業務をしているのは100人ぐらいですね、でとてもじゃないですけれども、それで23区内の全部の事業所をちゃんと管理するのは難しいということになってしまいます。
河野さん、2006年からですね、まあ、司法の方ですけど行政じゃなくて労働審判という制度ができましたよね、はい、裁判所の人が入って、労働組合の人と企業の人事労務の方がひどいケースについて審判すると、はいはい、いうようなケースで、この、なんか利用というのは広がってるんですか。件数は非常に増えているはずです。で、労働者側にある程度その言い分通りの審判出てるんですか。そうですね、そんなに非常に悪い水準ではないと言われているんですが、うん、ただ大事なことはですね、いくつか問題があってですね、やっぱり司法で解決していこうと思うとお金がいや時間がかかってしまいます。うん、時間がかかりますね。でブラック企業の社員さんとか、あと非正規の社員さんというのはもともと給料がものすごく低いんですね。でもともとの給料が低いと、その訴訟で勝ったりとかですね、審判で和解したとしても、金額はどうしても低くなるんです。ですから、例えばもともと年収1000万円もらっている方の解雇事件とか、残業代が払われてないという問題だと、これは金額もかなりの金額になるわけですから、やっぱり裁判やってもこう元を取ることができしやすいんですね。ところが、もともと月給20万円、あるいは15万円、しかも固定残業制で最低賃金のような社員が、しかも入社 1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月で体を壊しましたよ。でこういう時にですね、労働審判とかに持ち込んで、どこまでこうやることができるんだろうか。やっぱりもともと立場の弱い人ほど権利を巡って争うことがまた難しいというような限界が出てきてしまうんだろうと思っています。河野さん、またこれリスナーの方から匿名でいただいた、メールがあるんですけどね、私は現在の会社に就職するまで何度か転職を経験しました。で一度ブラック企業と言われるようなところの営業に従事したことがありますと、でその時の経験を教えてくださったんですが、営業マンが顧客を訪問するための移動交通費、それから会社へ連絡するための電話代などの諸経費すべて自己負担でした。で基本給が数万円で歩合制なんですね。はあ、基本給数万円で、あとは稼がないとあかんわけですね。増えていかない、歩合制で稼がないと、働く側が働けば働くほど自己負担や自分の費用からの支出が増えるというほんまにしんどいものでしたと。それからもちろん時間外手当も休日出勤手当もありませんでした。はい、基本給が数万円で、あとは歩合制、この歩合制というようなスタイルも多いんですか。そうですね、まあ、これは間違いなく広がっていっていると思います。私のね、知り合いはそれこそ研修だと言われて、みんなで競争をさせられる、で、事務の仕事と聞いて入ったんですけれども、もう研修2日目にはね、車でなんか全然知らないとこ、遠いところに、まあ、連れて行かれて、でそこで降ろされて、でそこでそこの会社の商品を売ってこいと、営業ですね、訪問で売ってこいといきなり言われたという話を聞きました。だからやるべき仕事だと思っていたのとも全然違うし、楽しいですね。このさ、賃金とか、労働時間もありますけど、今度はハラスメントの問題もありますよね。要するにパワーハラスメントと、こういうものをその、ひどいケースで、先ほどちょっと出ましたけど自殺したりですね、そういうひどいケースも結構多いというふうに聞いてるんですけども、はい、ハラスメントというのはなかなか立証がなかなか難しいですよね。そうですね、どこまで行ったから、ここまで追い込まれたというのを、尺度が人それぞれケースバイケースで違いますよね。はい、これは、要するにそういう被害を受けた場合はどうすればいいんですかね。そうですね、立証するためには、はい、先ほど以来いろいろ相手の脱法行為の話をしているんですが、基本的にはご相談に来ていただければいろんな方法をご教示できるんです。でハラスメントの場合には一番オーソドックスな方法は録音をするということですね。例えばハラスメントって具体的には怒鳴るとかそういうことですか、上司が。そうですね、いろんな形があるんですが、分かりやすいのは怒鳴ったり暴力を振るったり。暴力もあるんですね。暴力も珍しくはないです。で
そうしたときに、まあ、録音をしておくというのは、例えばそれは本当はやっちゃいけないことじゃないかな、会社のそういういろんな何を業務のですね、状況をこう記録してはまずいんじゃないかなと思うかもしれないんですが、これは最高裁判所で問題ないと、自分がそういうハラスメントを受けていると思って録音する分には基本的に何も問題ないということになっておりますから、まずその記録を取って、ご相談に出していただき、あるいは記録を取る前にまずとにかくご相談に出していただければいろんなことを考えることができます。さっきね、はい、そうした企業を辞めたい若い人が辞められないっておっしゃったでしょ。それ具体的に、はい、辞めはったらまずええやんかと、知らないものは思ってしまうんですけど、どうなんでしょう。それはですね、2つあってですね、1つは、はい、とにかくそのもうなかなか正社員の仕事に就けませんから、辞められないっていうのはそういう次の仕事が見つからないんじゃないかという恐怖で辞めることができないということが多いです、はい、っていうのは今大学生のですね、もう半分近くが奨学金を借りているんですね、そうするともう社会に出た時に多い方だと500万円以上とか、本当に1000万とかですね、借金を背負ってる方もいらっしゃるんです。それでしかもですね、その利子がどんどんついていくんです。ほとんどの今奨学金ってローンなだけじゃなくて利子もついて、利子つくんですか奨学金に。ほとんどはそうです。でそうなるともう返さないと増えていくんです、どん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 。でしかもその返済してる奨学金っていうのは利子から返済されるんですね、元本じゃないんです。そうするといつまでもそうです。ですからもうとにかくそんな簡単に仕事を辞めるなんていうことは、ブラック企業の方でも特に厳しい方もいらっしゃってできないというのが一つ目です。でもう一つは、はい、もうさっきの研修なんかもそうなんですが、会社の中でもう1日12時間とか13時間例えばですね、働くともうほとんど仕事のしかしてないわけです。そうするともう冷静な判断ができなくなる、先ほど言った過労死ラインっていうのはうつ病になってしまうラインでもあるんですね、ですから冷静な判断力が失われてしまう。そうするともう辞めるとか辞めないとかじゃなくて、もう心が折れてしまったらもう会社に行けませんから、もうとにかく何も考えずに無心に会社に行く、こういうような状況になって働き続けている方が非常に多いというふうに思っています。冷静な判断を失うぐらいな状況にまで追い込まれてしまう。それから、はい、会社がね、こうクビにどんどんしていったらやっぱりあの会社おかしいっていうのは分かりやすいと思うんですよ、どうなんですか。これは会社がクビだとまで言うんですか。会社はですね、そのブラック企業をなんか特にそうですが、やっぱり労務管理のプロというか技術がありますから、みんなそれで当たり前だというふうに思うような社内管理をしているんですね。ですから私が受ける労働相談の何割かは親御さんとかなんですね。やっぱり息子娘が、そういう類の会社に入ってしまって、辞めろと言っても辞めない、もうなんか普通じゃない人間になってしまった、そういうような相談というのは実はすごく多いんです。ですからもう一筋縄ではいかない、会社に一度入ってしまうとそこで取り込まれてしまって、ろくにお金も払われないし将来もなかったとしてもですね、もうとにかく体を壊すまで、従事させられてしまう、こういうような企業があるわけですね。でもなんでここまでね、こんなひどい実情が進んでしまったんだと河野さん思われます。なんでこういう状況なのかっていうところで、やっぱり積み重ねも大きいんだと思うんですね。というのは昔から非正規雇用はありますよね。で、特に女性のパートとかが多かったわけなんですが、そういうある種の差別雇用みたいなものが昔から日本では規制が緩いんです、世界的に見ても。で、それがだんだん大学新卒のところにまで広がってきてしまった。それからブラック企業の話に関しても、もともと働きすぎなんです日本っていうのは。で、労働時間の上限もうここまでやったらあとはダメですよっていう基準がなかったりとか、世界的に見てもやっぱり規制が緩いんですね。ですから非正規にしても正社員にしても、もともと規制が緩くて歯止めが少なかったところで、そういう悪い企業が出てきた時に歯止めがやっぱりないんです。だから積み重ね、今まで企業を信用して企業は悪いことしないだろうって、日本の中ではある意味では良くも悪くも信頼関係があって、それが機能してた部分があるんですが、そこで裏切るような企業が出てきてしまったときに歯止めがない、誰もそこを止められないというような、日本社会のこう、なんて言うんでしょうかね、積み重ねてきたところの負の部分、ここが出てきてしまったのかなというふうに思います。河野さんご自身はリーマンショック後の派遣村でボランティアでやられたというふうにお聞きしてるんですけどもね、その後、派遣村のこう、あまりにもひどい実情ということで、政治がですね、かなりその
まあ、救済というか制度の改正とかそういうことで動いたと思うんですけども、はい、派遣村そのものはその08年とか09年のような状況ではなくなってるんですけども、なんか政治がやるべきことがですね、やるべきことを最後までやってなかったということですかね。そうですね、救済には動いた部分は確かにあったと思うんですけども、まあ、結論から言ってしまうと大変不十分だったということだと思います、うん、非正規雇用全体に関してはその後有効な規制というのがまあ、全くゼロではないんですが、厳しい規制は別に作られておりませんし、うん、あとは福祉の部分でも、うん、まあ、ゼロではないんですが、本当に微々たる改善しかしていないので、これではやっぱりその先ほど出てきている方ですね、もう20代で非正規で家族を支えているんだけどとかっていう方は、うん、とてもじゃないけれども将来に希望を見出すような状況にはなっていないと思います。というと、その、まあ、近さんから見られてね、まあ、今選挙の過程でですね、はい、まあ、今日の大きなテーマではありますけども、その雇用環境を好転するために政治がですね、まず何をこうやるべきなのかというのはいかがですかね。そうですね、まあ、うん、ブラック企業に関して言えばやっぱり労働時間の上限をどうするのかということが、これはもう先進国であれば普通は何かしらあるんですが、うん、やはり日本は特殊もう働きすぎのところに関して社会が寛容すぎるんですね、うん、ですからやっぱりそこのところの規制を何としても早く作らなければならないと思います、うん、あともう一つはやはりその最低賃金が低すぎるというところ、ね、最低賃金ね、いつも選挙のたびに言いますけどね、各党が、はい、なかなか、はい、上がりませんね。はい、ですから最低賃金がある程度上がっていくということと、でもやっぱり賃金だけでそれは給料ってですね、全部賄うの難しいですから、うん、やっぱりその非正規の方を含めた普遍的な福祉、多くの方がなんとか暮らせるようにですね、例えば若い人であればその教育費が無料である、そうなるとですね、うん、これ奨学金に借金付けで労働市場に出ていく、もう社会に出た瞬間から借金って、こういうのはなんとかなくすとかですね、もうとにかく医療とか福祉とか基本になるようなところの費用を下げる、でそれと最低賃金が上がればもうちょっとなんとかなっていくんじゃないかというふうに思います。近野さん、ここでですね、はい、皆さんに聞いていただきたいのは各党の雇用についての考え方、うん、まとめてみましたので皆さんそれぞれ吟味していただきたいと思います。前の国会で審議された労働者派遣法改正案について各党の考え方をご紹介いたします。労働者派遣法改正案というのは現在は3年となっている企業の派遣労働者受け入れ期間の制限を撤廃するという内容でした。企業が労働組合から意見を聞いて3年ごとに人を入れ替えれば派遣労働者を無期限で使えます。また雇用安定措置を明記し、同じ職場で3年を迎えた人に対し派遣先への直接雇用の依頼や別の派遣先の紹介などを派遣会社に義務付けます。この労働者派遣法改正案、賛成の立場なのは4つの党です。自民党は改正案で派遣会社に対し教育訓練を新たに義務付けるなど派遣労働者のキャリアアップを支援するとしています。また正社員になったり別の会社で働き続けたりできるような措置を義務付けるとしています。公明党は派遣労働は一時的な就労であるとしながらも法改正に賛成しています。法改正で新たに派遣期間の制限を設けることで規制強化になるとしています。維新の党は労働市場の流動化推進の立場から改正案に賛成です。非正規雇用者の待遇については同一労働同一賃金であるべきだとしています。次世代の党は改正案に賛成です。全員を正社員にすることはできず、むしろ日本の労働市場を考え直していくことが必要だとしています。非正規労働者については同一労働同一賃金にし、年功序列の賃金を撤廃していくべきだとしています。労働者派遣法改正案に反対なのは4つの党です。民主党は改正案によって派遣労働者が生涯派遣になりかねず、格差が広がる可能性があるとしています。また非正規社員について同一労働同一賃金推進法を制定するとしています。共産党は
改正案は労働者に低賃金で不安定な生涯派遣を押し付けるものだとしています。また正社員から派遣への置き換えが進み、正社員の賃下げにもつながるとしています。生活の党は改正によって本来は一時的例外的であるはずの派遣労働がずっと行えるようになってしまうとしています。また同一労働同一賃金などに関する法律などもない中で一方的に法改正することは問題だとしています。社民党は改正案によって労働者の権利性が弱い派遣労働が拡大し、生涯派遣を作りかねないとしています。派遣労働は臨時的一時的なものにとどめ、直接雇用の原則を徹底するとしています。新党改革は派遣法改正案について公約で特に言及していません。このように各党の雇用についての考え方をご紹介しました。今野さん、またリスナーの方のご意見をご紹介したいんですけれどもね。この方は、ラジオネームたぬきわんわんさんです。今の20代の若い人はブラック企業など仕事に追われて投票に行く余裕がないんじゃないんですかねっておっしゃってるんですね。はい、このあたり小野さん、皆さんの相談を受けてらしてどんな感じでしょうか。そうですね、まあ、最初に投票率が若い方で低いというようなところを、はい、おっしゃっていたんですが、まずですね、その本当にその働きすぎていると考えることができない、これは大変な問題なんですよね。はい、でとにかく長時間労働で冷静にこう考えたり、まあ、選挙に行くのも大変だということもあるでしょうし、うん、そういうところは本当に影響していると思います。それからですね、やっぱりなんで投票率が低くなってしまうのかということなんですが、はい、私もやっぱりこの争点が分かりにくいというのが本当に大きいと思います。まあ、派遣法改正なんかもそうなんですが、一見するとですね、例えば派遣で働きつ今派遣の人たちはこう切られるのが怖いわけです。はい、そうするとその、ね、上限のですね、こうどのぐらい派遣期間があるのかって、こういうのがない方がずっとむしろ今の状態でも働き続けられるというふうにも見えますし、一方で全体としては派遣が広がっていくということは正社員になるチャンスが減るとも見えますよね。大変難しいです。でこういうようなもう雇用にしても福祉にしても大変難しい中、あんまりにもこう争点がはっきりしない、政党も乱立していますし、何がどこに投票するのが自分の利益になるのか、そういうことが非常に分かりにくいんだと思うんです。そうした中で自分で分析をして選び取らなきゃいけないと言っても、これはもうほとんど専門家にとっては分析するのは難しいようなんですね。この選挙や政治の状況、政策の状況の中でもう無理難題じゃないかとさえ思ってしまうわけです。ね、時間的にも精神的にも余裕が奪われてると、じっくり公約考えて吟味するなんていうのが難しいのかもしれませんけど、でもまあ報道するラジオは私たちは私たちなりに一生懸命短い時間で皆様に、うん、違いをですね、分かっていただけるようにお伝えしたつもりなんですが、なんとか皆さんご自分で、ね、なんとかやっぱり一票っていうふうにくださったのはですね、ラジオネーム2代目道之助さんで、木曜には母が、金曜には僕が期日前投票してきましたよと、うん、選挙に行かないで政権にぼやきやぼやいたりいろんなこと悔やんだりとか、そんなんより選挙に行ってから政権や、まあ、その後の状況にいろいろと物を申すという方が自分はマシだと思って意思を示してきましたと、あ、いいですね、いうふうにおっしゃっております。余裕のないところに追い込まれてらっしゃる若い人がどんなに多いかというその実態を今日は河野さんに伺って、なんかもう震える思いがいたしますが、せめてこう元凶をね、うん、変えてくれる強い主張のあるところを精一杯選びたいですね。雇用の問題、若い方たちの雇用の問題というのが大きな一つの争点だということをもう一回思い起こしたいと思います。今日は NPO 法人ポッセ代表の今野春樹さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。